バイシュビルカスによって創立されたとされる修道院。バイシュビルカスはリトアニア大公。最初で最後のリトアニア国王であったミンダウガスの息子である。バイシュビルカスの若い頃は知られておらず、歴史上の資料では1254年にハールイチボルイーニ大公ダヌイーロロマーノビチとの条約で父ミンダウガスと並んで名前が出たのは唯一である。条約では、 ハール・イッチ・ボルイーニ大公国がナバフルダクを中心と、スルクロ・ルーシをリトアニアに譲渡することになっていた。条約を強固なものとするためにラヌイーローの息子である、シュバルナスは、バイシュビルカスの姉妹と結婚した。バイシュビルカスは、上記の土地の公として任命された。バイシュビルカスは、聖教会で、洗礼機密を受けた後には、宗教的な生活に関心を寄せたことから、 自らの称号と土地をダヌイーロの息子であるロマンに譲った。修道院を築いて、そこの修道士となった。ギリシャのアトス山への巡礼にも出たが、バルカン半島での紛争が収まらなかったことから、ナバフルダクに戻っている。バイシュビルカスは1264年のトレニオタとダウマンタスによる父及び二人の兄弟に対する暗殺の陰謀から逃れた。トレニオタは、 かつてのミンダウガスの進化によって殺害された。バイシュビルカス自身は義兄弟であるシュバルナスと同盟を結ぶことで黒ルーシとリトアニアの支配を維持した。当時両人はミンダウガス及び自分たちへの反抗の中心であったが、リシアとデルトゥバに対する戦争を行っている。ナリシア公、ダウマンタスはプスコフへ逃れ、別の影響力のあるナリシア公はリボニアに逃れた。 リトアニア大公となったバイシュビルカスは、キリスト教徒としてドイツ騎士団及びリボニア騎士団とは友好関係を持った。リボニア騎士団とはダウガバ側での商業に関する条約を結んでいる。リトアニアはプロイセンにおける大反乱への支援を止め、騎士団は邪魔されることなくセミガリアとクロニアへの戦いを有利に進めることができた。 シュバルナスとバイシュビルカスの連合軍は1265年にポーランドを攻撃することで1264年のヤトブヤグ後輩の報復を行った。バイシュビルカスは1267年に修道院生活に戻ることを決めてリトアニア大公の称号をシュバルナスに譲渡している。翌年にバイシュビルカスはシュバルナスの兄弟で自身に権力を分け与えて くれなかったことに憤怒していたレーブ・ダヌイーロビチによって殺害され、ボロディーム・イレボルイン式近くの教会に埋葬されたと推測される。大公としての本来の名前は、言語学者や歴史家を困惑させた。その再現は、ウォースウィークを基盤に置くベイズ・ビルコスと、ボジョゾアックに基盤を置くベイゼルガの二つの信頼し得る異形という結果となった。 デイツビルコスという名前はカジミエラスブーガによって最初に再現された。現に名前のワイズマイナスにおける二つの交換の最初の部分は議論を起こさず多くの名前と同様に証明された。しかしながら、狼を意味する第二の部分であるビルコスはリトアニア人の名前には存在しないという大変稀なものである。ここに 初期の名前の形はおそらくはベイズビラズであったという仮説が導き出される。アルグ及びエルグの部分の起源が全く明らかになっていないにもかかわらず、ベイゼルガ、ベイツアルガの変態は歴史上の文書で次第に人気を獲得していった。ついには何人かの歴史家は、バイシュビルカスには二つの名前があり、ベイツビラズはその一つであるという主張さえ出した。ありがとうございます。